なさい。 Take up seat presents Side of Makers Radio。 毎週月曜日朝11時30分から30分間、仙台の若手バンドシーンの最新情報をお届けする地元密着型ラジオプログラム、テイクアップスピードプレゼンツスタイルメーカーズレディオ、パーソナリティの野田正道です。よろしくお願いします。今月からですね、 FM 泉でのリンク放送も始まり、パワーアップしてお送りしております。さて今週はですね、仙台で活躍する注目のバンドを迎えて、バンドの本音や素顔に迫るインタビュー&サイドビューのコーナーに、パワーオラットをゲストに迎えまして、30分仙台の音楽情報をたっぷりとお送りしていきたいと思います。お楽しみに。さてこの番組スタイルメーカーズレディオでは、リスナーの皆様からのメッセージやリクエストを受け付けています。番組の感想や応援メッセージ、ゲストに呼んでほしいアーティストや流してほしい曲など何でも OK です。メールの宛先は radio@phoneground.com、 radio@phoneground.com です。ファックスナンバーが 022-215-1962、 022-215-1962、スタイルメーカーズレディオ係までお待ちしております。それでは今週も30分間最後までお付き合いください。この後はゲストのファーマーワットの登場です。この番組は仙台の若手音楽シーンのホットな情報をいち早くお届けする、まさにネクストジェネレーションミュージックエンターテインメントをサポートするラジオプログラムです。それでは最初のコーナーに行ってみましょう。毎週ゲストを迎えまして、さまざまな話題とファンの本音を探るインタビュー&サイドビューのコーナーです。おまだ早いって。今回はファーマーオラットのヤッタくんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ファーマーオラット、ギターボーカルのヤッタくんと申します。はい、元気ですね。元気ですよ、ね、元気だけが取り柄ですから僕は。ね、今回ゲストとして登場するの2回目、ね、そうですね、2回目ですね。もう約1年ぶりくらいです。あ、そんなになりますか。お久しぶりです、うん、そうだよね、なんか前は確かね、3人で3人ですね、そうですね、そうそう、出てくれたけどね、うん、ね、なんか久しぶりに出てくれた感じするけども、まあね、はい、でも、まあ俺らまあいつも会ってる。そうそうそう、うん、そうなんです。まあこのラジオをお聞きの皆さんは分かんないと思うんですけどね、はい、本当、あのヤッタ君とは仲良くさせていただいて、ね、そうなんです、あのですね、野田さん、はい、アイドル対決ということでね。そう、いや、本当、いや、本当そんな、ヤッタ君の方全然アイドルですよ。いや、それはそうなんですけど、でもまあそうですよ、本当やってたアイドルだけども、はい、ありがとうございます。でも本当週にね、もう2、3回は週2、3回はあってますね、うん、なんでか分かんないけどね、うん、バンドと関係ないとか多いね。確かに関係ないとかが多いからね。そうですね、うん、そうそう。で今回、まあ、ゲストに来ていただいたわけなんですけれども、はいはい、最近どうなんですか。最近ですね、アウトな聞き方これ。最近、実はですね、あのファーマーワラってですね、メンバーが変わりまして。そうなんですよね、新体制で、つい最近ですね、はい、ちょっと新しいベースもちょっと見つかる感じに、え、そうなんですね、なりそうな感じで、え、言っていいんですかそれ。それは初めて聞きましたよ。まあそろそろ発表っていう感じになると思うんですけども、ドラムにですね、シロ君という、はい、トーングラウンドでおなじみのシロ君という仙台の機材を、すごいですからね、はい、本当に、うん、神と呼ばせようと思って、神ですね、頑張って練習してます、うん、え、やっぱりセッティングはあの全盛期のままあんな、やっぱりさすがに時間がかかるので、セッティングはちょっとシンプルにはしてるんですよね。以前ね、あのシロ君がやってたバンドのセッティングだけでね、はい、そうですね、30分くらいかかってしまう勢いで、そうですね、スタジオの中半分がドラムになってしまうっていうくらいの機材もあるんですね。そう、素顔でドラマーが、ね、入ってね、はい、今本当最も期待されているバンドと言ってもいいんじゃないでしょうか。本当ですか、ね、本当に。いやいやいや、でもなんかちょっと以前に比べて少しライブのペースも、ね、落ちたのかなっていうか、でもやっぱり、まあ、入ったばっかだからね、メンバー。そういうのでもなくて、うん、やっぱり一本一本しっかりこう、うん、ライブを
なんか作り上げていきたいなっていう感じでですね、前以上に練習とかスタジオとかも入ってるし、実は路上ライブとかも最近始めて、仙台のアーケードとか、あ、そうなんですか、泉の、泉中央駅の前ですね、近くの。あ、それはいつやってるんですか。だいたい火曜日とかが多いんですけど、火曜日に、まあ他局でちょっとラジオをやってまして、はい、それの後ですね、8時9時ぐらいからやってますね、はい、なるほど、でも本当去年とかはねお忙しだったわけですけれども、去年そうですね、振り返ってなんかこう一緒に起こってることとかありますか。やっぱり、ツアーとかに行っていろんな人と出会えて、で今もまあこうやっていろいろつながっていろいろ仙台にバンド呼んだりとかできているのがいいなと思って、でやっぱり去年びっくりしたことはですね、あれですね、前のベースのやっちんさんの、はい、こう抜けるっていう脱退っていうライブにですね、なんと結婚宣言です。去年とかつい最近じゃないの、ちょっと前か、そっか、そうだね、ちょっと前じゃない。あ、でもびっくりですね、びっくりだねそれね、本当にね、結婚って結婚ですよ、ちょっとこの話題になると会話止まるよね。そうなんです、あ、実は野田さんと僕同い年っていうことでね。そうなんですよね、なんかちょっとリアルな年齢ですけど、ね、なんかちょっと会話止まるよ、ね、いや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 、でも僕は設定上19歳っていうことになってるんですけど、本当は24歳なんですけど、設定上言っちゃってんじゃん、もういいんです一応、なるほど、そういうことになってるんで、ね、去年ね俺的にやっぱ印象残ってるのはファーマの、はい、5 days ですか。あ、5 days イベントはすごかったです ね、 バンド数もさることながらね、ほんと全バンド見応えあってね、すごいイベントだったんだけども、ファーマもね5日間で毎日出演して、そうですね、700人ぐらいですね、延べの動員ですね。いやすごい、本当に皆さんには感謝してます、ありがとうございます。そうですね、2006年は本当ファーマにとって飛躍の年になったと思うんですけどね、はい、まあ、今年そして次のライブもね決まっているということで、はい、この後もまたちょっといろいろ聞いていこうかなと思います、はい、それではこの辺で曲紹介の方お願いします。ですね、そのですね、やっちんさんと高和くんが抜けるというライブの時に発表したですね音源の中からですね、この季節にぴったりの桜という曲を聴いていただきたいと思います。ファンワールドで桜。都会の針が鼓動を刻む、揺れる記憶は風にあって、広
はい、ファーマーオーラットの桜聞いていただきました。今週はですね、ゲストにファーマーオーラットのやったくんに、来ていただいてます。はい、さてさてやったくん、はい、今後の予定なんですけれども、今後の予定、まずライブが決まっているということで、はい、そしてもうすぐそこみたいですね。そうなんです。実はですね、はい、明日仙台ですか、仙台フックに ですね、はい、ライブが決まっております。はい、こちらどういうイベントになってるんですか。こちら共同東北さんのイベントでですね、はい、去年、サマーソニックアフター、はい、行きました、出た、はい、一番目に出てたんですかね、はい、モノラル見ました。見ましたか。すごいっす。すごかったっすか。いや、すごいっす。本当にすごい楽しみなんです、ね、あのですね、なんか正直やっぱりリンキンパークとか聞いたわけじゃないですか、はいはい、その中でモノラルみたいなお客さんが多かったわけですよ。確かに。で、なんかこんなバンドなんだよみたいな感じで見たお客さんが急にもうすごい盛り上がりましたからね、はい、うん、びっくりしました。俺も正直どんなバンドなんだろうと思って見たらめっちゃかっこよくて、そう、本当すごいかっこよかったですよ。あんだけのお客さんの前であのライブできるっていうのはびっくりでしたけどね。かっこいいバンドですね。その、うん、バンドと、はい、明日仙台フックで、一緒にライブやりますので、いやー楽しみですねなるほど。ぜひ皆さん遊びに来てください。はい、他にはライブとかは、他にはですね、5月5日にですね、はい、テイクアップシード主催のですね、はい、イベントに、また出させていただきます。お、なるほど。はい、そんな感じで。そうですね、あとですね、はい、もう一つちょっと6月3日にですね、はい、ファーマーラット自主企画ということで、久しぶりの、自主企画をさせていただきます。そうだよね、あんまり、ね、まあまあ企画、ね、そうですね、やっぱいろいろメンバーチェンジとかもあって、うん、なかなか思うようにちょっと活動できなかったとこもあって、ちょっとここでここら辺でドカンと、まあ2ヶ月に1回ぐらい毎月じゃないか、各月ぐらいでやっていきたいなとは思ってるんですけど、わ、うんうん、かりました。楽しみにしています、はい、で音源の方も発売中ということで。そうですね、はい、以前、星になる日という、シングルでですね、はい、一応全国発売させていただきまして、はい、その次イノセンスという、フルアルバム10曲入りのフルアルバムでですね、はい、また、発売させていただきまして、最近は、はい、桜という先ほど流させていただいた、はい、曲がですね、はい、300円でですね、はい、ライブ会場限定でちょっと発売してますんで、はい、なるほど、ぜひチェックしてみてくださ い、ね、すごいね、本当なんかね、はい、お忙しなイメージあるファーマーですけれどもね、はい、今年は、まあ、今年ってもう4月になってますけども、はい、なんかこう今後の目標とかありますかね。今後ですね、やっぱちょっと外に向けてどんどん発信していきたいなと思って。それは最近外っていうとこの、まあ、県外とかそういうことじゃなく県外ですね、もちろん、うん、この間秋田とかも行ってきて帰り道死にかけたんですけどあ、冬いや、最近なんですけど、帰り道ですね、本当に寝かけてセンターライン、センターラインはみ出したみたいな。危ないね。危ないです。気をつけていってほしいなと思うんですけど、はい、で今年はやっぱそうやってどんどん、うん、外にですね、うん、ツアーとかも行きたいなと思ってるし、あと仙台もやっぱりすごく大事にしたいなというか、うん、好きな街なんで、うん、どんどんライブやっていきたいなと思ってます、ね、今年もね、いっぱい、ね、対バンしようね。本当に本当にお願いしますよ、ね、そんな感じで、じゃあ今年もね、はい、ファーマーオーラと名前をね全国にね響かせてほしいなと思います。はい、さてそれでは最後になりますけれども、曲紹介の方お願いします。曲紹介、あ、ですね、はい、ファーマーラとですね、はい、桜と、はい、もう一曲その CD に入ってましてですね、はい、ですね、それがですね、これ面白い企画でですね、はい、前の高和くんとやっちんさんっていうメンバーでやった曲と、うんうん、新しいメンバーで弾いた曲が、うん、2つ入ってるっていうCD になってるんですよ。あ、そうなんだ。で、桜っていうのが今、新しいメンバーで、あー、なるほど、演奏した曲で、次にちょっと聴いていただくのが、うん、ですね、前のメンバーでやった曲なんですけど、うん、Hello My Name という曲を聴、いてほしいなと思います、うん、はい、ということで、はい、今週はファンオーラットのやったくんに来ていただきました。ありがとうございました。さあ今こそ解き放て、ほとばしる想いを一歩ずつ刻んで、ああ
でも思い出す熱い風の中答えを探し はい、ということでね、ゲストファーマーウォラットのやったくんでしたけれども、なかなかね、つうかやったくんはいつもね仲良くしてもらってるんでね、なんかほんと楽しくできました。さてさて、ですね、ライブ告知になるんですけれども、明日ですね、4月24日火曜日、マカラの方でですね、題しまして庄司 Y プレゼンツスプリングドライブ2007サポーティッドバイテイクアップシードという企画をですね、行います。こちらの方ですね、もう明日ですね、出演のバンドが、神奈川からフォークボール、そして仙台からボミット、アケイシア、スペイド、ルーム69、そしてイーストライブというね、最強の布陣で、このね、イベントをお送りしたいと思います。で、こちらのチケットの方ですね、まだ、ウェブ上の方で販売中ですので、ぜひ皆さん予約して遊びに来てほしいなと思います。さて、なんで急にこの告知をしたかというとですね、かっこいいバンドの紹介をしたいからということでね、この日出演するアケーシアというバンドのね、音源を聞いてください。それではアケーシアでウェイティング。
ちゃろうな心配してめでたのスタイルメーカーズレディオエンディングの時間になりました。今月のエンディング曲はキューベースの表紙にもなっているオーバートーンのコールです。それではですね、ここでテイクアップシード主催のライブイベントの紹介をしていきましょう。まずさっきも告知しましたけどもね、明日4月24日、庄司 Y 企画スプリングドライブ2007、こちらの方仙台マカラーの方で行われます。そして、4月の28日土曜日ですね、結構おなじみになってきましたね、第5回2畳時上げ白石女子、3個合同新刊ライブということでね、もう5回目ですか、2畳と、時上げと、そして白石女子校の、この3校の、代表のバンドが参加するイベント、こちら仙台マカラの方で行われますので、お昼からですね、もしよかったら予約して遊びに来てほしいなと思います。詳しくはですねホームページ、テイクアップシード、こちらの方のねホームページの方まで、ちょっと確認してもらえれば嬉しいなと思います。さてこの番組サイルメーカーズレディオでは皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。メールの宛先が radio@tonground.com、radio@tonground.com です。ファックスナンバーが 022-215-1962 サイルメーカーズレディオ係までお待ちしております。それでは来週もまたこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは野田正光でした。この番組は仙台の若手音楽シーンを若手の視点から盛り上げ、広く情報発信しているテイクアップシードの提供でお送りしました。来週もラジオの前でお会いしましょう。 See you next time. Bye bye.